たが見える」「いつでも私を迎えてくれる」
はい、いかがでございましたでしょうか。松山千春さんで涙の向こうにをドラちゃんとかベースとか、ギターでちょっとリードギターなんかを入れながら、弾き語りで歌わせていただきました。リクエストをいただきましたんで、今僕が歌わせていただきました涙の向こうにの超詳しいギターの弾き方をゼロからギターその210でやらせていただきますんで、ぜひご視聴ください。